はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画509回目は2022年発売バイスクルインデックスオンリーレッドです。前回のフォローエディションの真逆ということで、今回は、真ん中のピプスがないという仕様になっていて、背面の方は同じくライダーバックです。でメーカーの方もプレインカードデック .com と同じになっています。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルインデックスオンリーフォローエディションと同じで旧タイプの箱になってますね。横面がエアクッションフィニッシュメイドイン USA、 トライショナルカットという表示じゃなくなったみたいですね。反対側がザ・ユナイテッド・ステイツ・プレインカード・カンパニー、上面はポーカー808、青色クロージャーシールで、バック面はライダーバック、下面はプレインカードデック .com のロゴマークと2022年 USPCC のアランガー KY 製でディストリビューテッドバイプレインカードデック .com ヘンダーソン NV でリサイクルマークです。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。これもビニールタイプかな。最近は黒しかないので、青と赤はやっぱりね特注で作ってるんだと思います。内面は真っ白で、こっちに毒が見えてますね。はい、あ、こっち側にマジックカードではなく、おやおやなんかループしてて、通常ここですね、ここがこうなってるはずのが、入り方がなんかおかしな入り方してますね。おそらくこうだと思います。で上面がブランクフェイスとダブルバック、赤で6からね、ここループしてたんですけど、下に回して表示面が全く何もないドルマークだけのジョーカーと、真ん中がないとね、めちゃめちゃ寂しいですね。スペードのエースがインデックスのみになっています。他のカードも全部インデックスのみで、後の表記が何もないが、絵札どうなんだろう、絵札もないんか絵札真ん中なかったら本当に何もないですね。絵札がこれ消えるっていうマジックしたらすごくインパクトあるかもしれないですね。これはちょっと面白いことができそうですよね。完全にこれだとね、これ使ってマジックする前提で使えそうですね。はい、でハートのエース、2019年のスタンダード54枚と2019年のスタンダードと同じ厚みです。スペインの方は高品質、弾力の方は両面柔らかいのでフォローエディションと全く同じですね。はい、これもフォローエディションと全く同じで、運が良ければ取れる感じかな。こうしたとね、完全に浮きが何もないんですよね。これはね、品質がむちゃくちゃいいってことかもしれないです。ではバルブ入れてみます。さあ、トライショナルカットの表示なくなってたんですけど、どうでしょう。あ、トライショナルカットですね、表示がないだけで品質は同じみたいです。カット方向も同じってことですね。はい、こっち入っていかないのでトライショナルカット仕様です。でね、表示自体はちょっと寂しい感じで、何にもなんか工夫がないように見えて、インデックスだけっていうのはね、今までありそうでなかったですよね。はい、バイスクルインデックスオンリーレッドを開封しました。まあこの感じだと一応ゲームの方をね、ババ抜きとかポーカーとかする分には問題ないですけど、ちょっともったいない感じはします。それではジャンル分けします。2019年のスタンダードと同じ厚みなので普通、
トラディショナルカットショーの高品質、プレーンカードデックドットコムのメーカーコラボ、それにまあライダーパックです。逆にデザインが減ってる感じですね。で、おそらくなんですけど時間が経つとレアレックになっていくと思います。バイスクルインデックスオンリーレッドでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。